はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル、12月29日火曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 え今日はなんといってもね、日経平均が爆上げということでね、株式相場が全体的にリスクオンという状況でございますが、為替はね、それほどリスクオンにねえ傾いていない、クロス円が円安に傾いていないというような状況でございまして、株式だけがね、上方向に大きく抜けているという状況でございます。それではまずは全体の相場感ということで、昨日のねニューヨークマーケットの方から振り返っていきましょう。 はい、えー。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比。プラス204ドル。終わり値で3万飛び403ドルということで、終始プラス圏の0.68%という形で1週間のね、スタートを切ったというところでございます。えー、とうとう、ね、ここまで来たかということで、えー、こちらは史上、えー、最高値更新という状況でございます。えー、そして何といってもね、日経平均ですね。 本日の東京マーケット、日経平均は前日比、プラス714円、終わり値で2万7568円ということで、なんと2.66%の大幅な上昇ということでね、えー、こちらは年初来高値が、えー、この、ね、12月の末で再度更新されるというところで、日経平均ね、えー、大冒頭という形でございます。 そして、時間外取引の方も、今もね、27,600円に近づくというところと、ダウ平均の時間外取引も、さらにね、昨日から200ドル弱上げまして、今は3万飛び、600ドル弱というところでね、株式相場は絶好調というところでございます。 えー、ただ、その割にはね、えー、為替相場の方はリスクオンに傾いていないというところでございますので、まあ、株式だけがね、まあ、大きく高値を更新して、踏み上げ相場に入っているという状況でございますので、順番にね、ベ米,、えー、米ドル円の方から見ていきたいと思います。はいえー、まずはね、えー、米ドル円の15分足、えー、こちら、1日の時間軸のチャートをご覧ください。 昨日の動画解説のタイミングは103.50を割り込んでいるという状況でございましたが珍しくねリスクオンの株式相場の中でドル円の方も一旦はね大きく買われまして103円90銭ということでこちらの方がねしっかりとドル円の方は今まではねリスクオンになりますと売られてたところがリスクオンでも円安方向に傾いてきたというところでね50ピプスぐらい昨日上げたところでございます ございますえー、ただその後ね、えー、株式相場、えー、やはりねリスクオンに傾いてきますと、えー、ドルを売って、えー、他の通貨を買う、まあ、日本円以外のというところでございますが、まあ、そういったところを受けてねドルストレートが下がり始める、えー、となりますとね、えー、基軸通貨のドルの方は少し他の通貨に比べて弱いというところで、えー、今日のね東京マーケットは下げる展開となったというところでございます まあ15分足の、ね、移動平均線の方も右肩上がりから右下下がりに切り替わっておりますので、やはり、ね、株式相場絶好調になりますと、ドルは比較的そこまで、ね、買いが入らないという状況でございます。 そして、60分足、1週間の時間軸をご覧いただきますと、まあ、とはいってもね、円安方向に傾きましたので、103円70銭で先週はレジスタンスを食らっていたところが、一気にね、20ピップス上抜けた。その後もね、一旦調整するんですが、今は103円70銭付近をうろうろしているということでね、まあ、今後はどのような形になるかというところを注目していきたいというところでございます。 一旦ね、レジスタンスラインでありました、103円70銭を上抜けましたので、まあ、上から落ちてきた時には少しサポートが入るというところで、今は陰線から陽線に切り替わっているというところでございますが、まあ、103円90銭を、ねえー、抜けるまでは、ベ、えー、ドル円の、ねえー、上方向にブレイクするのはあまり怖くないかなというところでございます。えー、よってですね、えー、今後も103円90銭、そして104円を、ね、上回らない程度であれば、 今、要線が出ている60分足の平均足でございますが、こちらの方もね、しっかりと要線から陰線に切り替わったところ、まあ、103円90銭もしくは104円を、ね、上抜けするというような急騰があれば別の話ですが、基本的にはこの103円90銭よりか下側でね、しっかりと要線から陰線であれば、ショートを取っても怖くない相場かなというところでございます。 え、多少ね、この103円70銭サポートが入っている状況でございますが、まあこちらはね、最終的には103円50銭ぐらいまで落ちてくる可能性が非常に高いというところでございますので、まあここはね、恐れず、要銭から陰線だったところで、ショートをかけていただく。え、これでよろしいかと思います。え、逆にですね、ロングに関しましては、 えー、103円50銭ぐらいまで引き付けていただくというところでございますが、ただね、えー、注意点としましては、103円50銭を割り込んでしまいますと、ちょっとね、えー、この辺り、103円アタックというところで、えー、薄脇内のね、下方向に攻める動きも出てくるかもしれませんので、あくまでもロングの場合は、103円50銭付近で陰線から陽線になったらロングというところでございますが、明確にね、103円50銭割り込んでしまって、えー、そのままね、えー、まあ、 陰線が続いてしまった場合は、この103円から103円50銭の間でロングを組むというのは避けていただいた方がよろしいかと思います。よってですね、103円50銭付近で陰線から陽線であれば、ロングを組んでも引きつけてね、よろしいかと思いますが、明確に割り込んでしまった場合は、103円アタックを恐れるというところでございますので、その下側でね、ロングを組むというのは避けていただいた方がよろしいかと思いますので、皆さんの相場感と合わせて参考にしていただければと思います。 はいえー、以上で米ドル円の解説を終わりまして、続いて5ドル円を見ていきましょう。はいえー、5ドル円の方はね、基本的には株式相場に相関するというお話をね、えー、かねてからしておりましたが、えー、先ほどお話した通り、えー、株式相場が、ね、非常に上がる中、5ドルの方はね、そこまで高値を更新しきれていないというところでございます。 えー、昨日の動画の解説のタイミングと今同じような水準となっておりまして、100えー、すいません78円80銭ぐらいが、ねえー、昨日の動画解説のタイミングでございましたが、今も、ねえーまあ、下に行ったり上に行ったりというところで、結局は、ね、78円80銭から78円70銭、えー、こういった、ねえー、細かいレンジ相場になっておりまして、株式相場が、ね、大きく上方向にブレイクした割には、えー、5ドルの方は、ね、昨日の高値を抜けることができないというところでございます。 これを60分足でご覧いただきますと、1週間のね時間軸となりますが、78円、こちらでねしっかりサポートを受けてから株高の影響を受けて、78円70銭から80銭まで上げてきたというところでございます。ただ、株式相場がブレイクした割には上値をね抜くことができないということで、基本的なレンジとしましては、こちら78円50銭から78円80銭という形になります。 えー、ここで、えー、注意していただきたいと,ところと関しましては、えー、78円80銭ですねこの界隈でショートを組んでしまいますと少しね上方向に、えーまあ、株式相場に遅れて、ね、ブレイクした時には、えー、こちらはね踏み上げられてしまうというところがありますのでもしショートを組むのであれば完全に弱気相場になった場合、えー、それはすなわちですね、えー、78円50銭を割り込んでその割り込んだ、えー 平均足の方がね反発して、今度は78円のこちらのサポートでレジスタンスを食らってね、えー、下から上がってきたところを跳ね返されたときにやっとショートが組めるという形になりますので、まあ、ちょっとね、えー、頭と尻尾はくれてやれという形になろうかと思いますが、えー、この高値付近でショートを取ってしまいますとちょっとね踏み上げられてじわじわと踏み上げられてしまうというところがありますのでここはね、えー、しっかりと気をつけていただければと思います。 逆にロングに関しましてはねこれも米ドルと通ずるものがあるんですが78円50銭ですね。 この付近で陰線から陽線に切り替わるというところがあれば、えー、ロングは OK、えー。60分足の平均足が陰線から陽線、これが78円50銭付近で起これば、えー、ロングというところでございますが、ベイドル円同様にですね、えー、こちらの78円50銭を割り込んでしまった場合は、ちょっとロングを取っ、えー、組んでしまいますと、えー、78円ぐらいまでの調整はあるかもしれません。 まあ、薄商いなのでね、えー、抜けた時にはスルッと落ちてしまいますので、まあそういったところを考えますと、78円50銭のサポートの場合はロングですが、割り込んだ場合はロングは控えておく。むしろ、えー、割り込んだ時に戻したところでショートを組んでいくというところがね、えー、よろしいかと思いますので、ちょっと高値付近だからといってね、えー、ショートを取りたい、えー、天井を狙っていきたいという考えあろうかと思いますが、ちょっとそこはね、えー、リスクが高い、えー、ショートになりますので、えー、このあたりのショートは控えていただきながら、78円50銭を割り込んだ後、 にねレジスタンスを食らったらショートそしてロングに関しては78円50銭のサポートが入った場合のみという形になりますのでちょっとこの辺りはね、えー、狭いレンジではございますが注意をしていただければと思います、はいえー、以上で5ドル円の解説を終わりまして続いてポンド円を見ていきましょう はいえー、ポンド円の方はね、えー、クロス円の中では、まあ、非常に弱いということで、まあ、先週ね、えー、イギリスとの、えー、EU 離脱、まあ、通商交渉の合意というところで、鉱材料が出尽くしたというところでね、なかなか株式相場に連動して上がっていない状況が続いております。 昨日のの、ね、解説のタイミングからも下げておりまして、昨日は140円を超えているところだったんですが、一旦ね140円を割り込んでしまいますと、まあ、反発する場面はあったんですが、最終的には、ね、140円の、えー、ところを再度割り込む。 そして今日も、ねえー、株式相場上げる割にはです、ね、140円を今日は超えることができずまた陰線という形になりますのでちょっとポンドの方は、ねえーまあ、材料で出尽くしということでロングよりもやはりショート目線がよろしいかと思います。 ちょうどね、今、ショートを取るには、えー、悪くないタイミングという形になっておりますが、60分足ご覧いただきますと、今までのね、えーまあ、イギリス EU 離脱の通商交渉の、えー、合意をね、えーまあ、期待感から、えー、一気に上がってきた。まあ、噂で買って、事実で売るというような、ね、形になっておりますが、えー、先週のね、こちらの合意のところで2つ上髭をつけて、それからは、ね、移動平均線下回ってしまってから、ちょっとね、移動平均線に頭を抑えられる展開が強い。 そして今回もね、移動平均線付近でしっかりとね、跳ね返されて、陰線から、要線から陰線になっている。こういったところであれば、やはりね、ショートを組んでいくというところでよろしいかと思います。 えただ140円をね超えたところではストップロスを置いておいていただきたいなと思いますのであくまでもこの移動平均線と140円を明確にねまた上回るというところがあればねえショート方面はやめていただきながら140円を下回るところで要線から陰線もしくはこのね右下下がりの移動平均線のえ付近もしくはその下側でね要線から陰線というところであればショートを組んでいただくというところがよろしいかと思いますのでえポンドの方はねえ唯一ちょっと弱気目線で攻め ていただければと思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上で、えー、ポンド円の解説を終わりまして最後にユーロドルの解説に移っていきましょうはい、えー、ユーロドルの方はね、えー、非常に強いということでまあ米ドルもね強い場面があったんですが、えー、クロス円のねユーロ円が、えー、127円ぐらいまでね、えー、上がってきているちょっとユーロ円見てみましょうかね 127円付近、まあ、高値付近まで上がってきているということで、まあ、ユーロドルの方もね、えー、ドルに対して、えー、まあ、 強とといいううようなところでございます、えー、そしてね、えー、昨日からの値動きを見てみますと、一旦ね、1.2250ですね、えー。こちらのレジスタンス。まあ、これはね、過去の高値ということで、きっちりとね、1.2250付近で要線から陰線に切り替わる。その後ね、1.22まで落ちるんですが、その後はまたね、乱高業を繰り返しながら高値付近に戻ってきたというところでね、完全にレンジ的には1.22から1.2250。 このような形にね、レンジの相場の動きをしているというところでございます。 そして注目すべきはね、60分足。こちらは三角ペナントを昨日ね、引かせていただきまして、これをね、大きく上抜けたというところでね、1.2250までトレンドが出てきたで。その後ですね、一旦調整するものの1.22をね、明確に割ることができず、下髭をつけてね、戻っているという形なので、基本的な目線としましては、やはり1.2250から1.22というところを想定していただければと思います。 え昨日と同じように、ね、1.2250を、えーまあ、明確に超えずに陽、ね、線から陰線になるというところがあればショートを組んでいただければというところでございますが逆にこの1.2250ですねこれを上回ってしまいますと まあユーロ円も含めてね、上値のブレイクという形になりますので、その時にはショートは避けていただかないと、大きくね、踏み上げられてしまうという形がありますので、ショートを取る場合は1.2250よりか、下側で要線から陰線、このような形になった場合は1.22付近までの調整が考えられるというところでございます。 逆にですね、ロングを取りたいという方はね、今の相場ではなかなか難しい状況でございますので、あくまでもね、やっぱり1.22。こちらがね、明確にサポートが入っているラインという形で、過去はレジスタンスというところでね、機能しておりますので、まあ、1.22でしっかりとサポートが入った場合はロング。 そして1.22をね割り込んでしまった場合には、ここはね見送っていただくというところが大事だと思いますので、このあたりもねユーロドルのところは基本的には高値圏のショートを避けていただく。ロングを取るんであれば1.22ですね。ここで平均足の方が陰線から陽線 そしてショートを取る場合は1.2250を明確にね60分の平均足の方が超えていってしまった場合は、踏み上げ相場に入る可能性があるということなので、その高値をねつけたところのショートは避けていただくというようなね戦略でまあリスクを低減して利益を出すことがしやすいんじゃないかというようなねトレードポイントとなりますので、注目をしていただければと思います。はい、以上でね先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。 えー、今日もね、えーまあ、人数少ないかもしれませんが、お時間ある方は21時からですね、えー、YouTube ライブやっていきますので、えー、またご質問ある方、えー、そしてね、トレードについての考え方等をね、えー、また話していきますので、よろしければね、お時間をお作りいただきまして、えー、ご参加の方よろしくお願いいたします。 ということでね、株式相場、出来上がりというところでございますが、今日のね、ヨーロッパ時間とニューヨーク時間、どのような動きになるでしょうかということで、最新の相場感はライブの方でもね、お話をしていきますので、よろしくお願いいたします。それではね、今日もお仕事と会った方ですね、お疲れ様でございました。トレードやる方はね、ちょっと値幅の方気をつけていただきながら、頑張ってね、やっていきましょう。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。